ちは、放電するラットさん。また会ったわね。ラットなんかじゃないわ、メビウス。それと、私の名前はライデン・メイ。ちゃんと覚えるように。へえ、小動物に名前を付けるタイプだったの？リツシャにしては可愛らしいわね。でもね、私にはそういう習慣がないの。記録の必要な実験体が多すぎるんだもの。個性的な名前よりも簡単な番号で呼びたいわ。けど私はあなたの実験体ではないし、あなたの実験台の上で横になるつもりもないわ。まあまあ、そんなことを言わないで。この楽園での旅はまだ始まったばかりよ。いろんなことを体験したら考えも変わるかもしれない。そうでしょ？いいえ、私は自分で決めたことを決して変えないわ。だったら楽しみに待ちましょう、リッツ社さん。